こんにちは。ここはアメリカ合衆国ワシントン州キング郡シータック国際空港です。これからアラスカ航空の機体に乗って、ネバダ州のリノへ向かいます。アラスカ航空はここシアトルタコナ国際空港をハブ空港としておりまして、一大勢力を築いています。基本的に、この日西海岸側の小都市を結ぶ小型機をかなり多く対応しているような航空会社ということで、特に、ハブ空港なんでね、このシアトルタコナ空港には多くのアラスカ航空機がたくさん溢れています。デルタ航空もね結構多いんですけどね。さすがハブ空港だけあってアラスカ航空専用のターミナルを持っているわけですね。アラスカ航空だけが発着するターミナルです。そしてアメリカの国内線は保安検査の時にね靴まで全部脱ぐ必要があるんですね。おそらく、911のテロの影響で、このセキュリティの検査が厳しくなったということかと思います。くしくも本日は9月の11日ですけれども、アラスカ航空の出発案内板ですけど、ずらーっと並んでますね。これ時間順じゃなくて行き先順で並んでるんですよね。リノだから ありました。アラスカ航空の2255便、オンタイム。目の前にあったな。搭乗が始まりました。乗る機体はデハリランドラッシュ8。日本でも使われている機体ですけれども、特にアラスカ航空ではかなり多くのラッシュ8が使われているようです。近距離なんでね、といっても2時間ほど乗るんで結構距離はあるんですけど、そんなに需要があるわけではないところがたくさんあるから、こういう小型機材をたくさん使うということかと思います。エンブライルの機体なんかも入ってるんですね。あまりよく調べてないんでわかんないんですけど、ダッシュ8をかなり多く使用しているということでね、もうダッシュ8専用のような搭乗橋というか、もうただの道なんですけどね、地べたを歩いてます。こんな感じでこう1個ずつこうゲートが通路に沿ってあるみたいですね。結局だから雨が降るとやっぱりちょっと濡れたりするのかな。あとはバリアフリーの関係がどうしても気になるところですね。やっぱりこんな感じでこう露天を歩いて行かざるを得ないということを考えると、宮崎空港のあのラッシュ8にも合うタラップというのはかなり素晴らしいものであるということをここでも実感できます。ほとんどこの辺は雨が降らないからいいんでしょうけどね。降っても霧雨程度でね、傘が必要な雨っていうのはシアトルではほとんど降らないそうです。結構シートピッチは広そうですね。座席がね、これ多分わざと隣の席と前後にずらしてあるんですよね。肩が並ばないようにという配慮でしょうか。テイクケア、結構簡単な絵しか書いてないっていう感じですかね。この方が分かりやすいですね。文章で書かれるとその文章が読めなかったら分からないということになりますんでね。絵ばかりのほとんど。ちょっとした機内販売もあるようなんですけど、こんなダッシュエイトみたいな小さい飛行機にもそんなキャパシティがあるのかな。住む場所がね、ギャレーはあるからこれぐらいだったら積めるんでしょうけど。
見えてきました。アメリカ独特のプランテーション、中学校の授業で習ったところでは、初めて自分の目で見ることができました。大きな円と小さな円がありますけれども、大きな円の方は半径が400メートルほどあるそうです。これなんで円形にしてるのかっていうと、円形にしてね、その水を与えるあのバーが機械があるんですけど、それを中心がこうぐるっとこう一回転して、その間にこう水をこう巻きながら回転するというようなシステムになってまして、そういうことをするためにこの円形になっているわけですね。企業家が測られているわけです。この白い部分、これでこうね、水をこう円形に巻いているわけです。もちろんこういう風にして巻きますと、中心の方がたくさん水を与えてしまうということになりかねませんので、先に行くに従って水が出る量を多くなるように調整されているということだそうです。下に見えてきました、これ砂漠の、もう砂漠が続き始めたんですけど、この中央のところ何やら光っております。これおそらく水が溜まっていたところが今干上がりつつあるといったような状態でしょうか。土が、ね、だんだん小さくなっているような感じになってまして、白いものも出てきています。塩湖のような感じになっている、そのようなことが見えるかと思います。寒い、乗るときは前からだけだったんですけど、降りるときはね、後ろも開けてくれて、前と後ろから降りてますね。そして寒いぞ。はい、着きました。ここはアメリカ合衆国ユナイテッドステイツネバダ州のリノタホ国際空港です。砂漠気候だと夜がねすごい冷え込むっていうことだったんですけど、本当に冷え込むんですよね。寒いわ。ウェルカムトゥリノはいいんですけど、入ってそここれですよ。なんだこれはって、ね、リノはね、ネバダ州といえばラスベガスなんですけど、ラスベガスに次ぐカジノの街としても知られてるんですけれども、空港入ってそこでこれか、なかなか押しまくってますね。まあ、今田舎の空港だけあって、だいぶ寂れてね、人もほとんどいないといったところですね。降りてきたらまたカジノっていうか、 なんだろう、このいろいろね機械がありますけど、これはなんかカード、こっちはスロット、すごいなこれ。ここ空港なんですけどね、なんか近くにはスキー場もあるみたいで、なんかスキーしてる人のブロンズ像が置いてありましたけど、なんか著名な人が出てるんですかね、ちょっとよく知りませんけど、旗がこれなんだろう、何かやってるのかな今。
こんなね田舎なんですけど、さっきあの上空から見て、ご覧いただけたかなと思いますけど、結構あの工場が多かったですよね。白い屋根の大きな建屋がたくさんありまして、で空港に着いたらね、意外とこんな小さい空港というか町の規模によらないようなものを、あの貨物機が結構たくさん止まってたんですね。 UBS とかフェリックスとかね。だからやっぱここカジノだけの街じゃなくて、そういった工業都市でもあるみたいですね。あと私の後ろに乗ってらした2人男性の方は2人とも初対面だったみたいな感じでしたけど、そこでねこういろいろ会話してて、あ君もディノのエアショーを見に行くのかいみたいな感じでこう話をしてましたので、もしかしたら明日2人一緒に行くのかもしれませんけど、ちょうどね今、今週かな、今週のね水曜日か水木金土日と5日間、このディノのね、先ほども上空から見ましたステッド空港で、ディノのエアショー航空ショーが開かれるということになって、まあ、今開かれてるんですけれどもね。ということで、このアラスカ航空でディノまでやってきました。この動画はここまでとさせていただきたいと思います。またご視聴ありがとうございました。この後も旅行続きますので、どうぞお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。